日もやってまいりました。なんかかっこいい機械か、かっこいい機械が2台も並んでますね。これあらあら、これはこれでまた動画撮りたいですね。ああ、やんまり空海いいですね。また今年も新たな挑戦が始まりますね。めんぶいチャンネルです。どうもはい、お疲れ様ライブですね。あ、ライブじゃないです。あ、なるほど、動画ですよ。はいはい、これ見てくださいよ。これピカピカじゃないですか。はい、まあ、もう届きましたよ、ついに届きました。うん、なるほど。何の機械でしょうか。て当たったらなんと土屋マー君から100万円。いやいや、ない100万円の笑顔をプレゼントしました。何回笑顔をプレゼントしたんですかね。さあ、ピカピカっすね。来たばっかりっすね。はい、そうです。しんじ君は分かりますか、これ何の機械か。しんじ君はもちろん分かりますよ。さすがですね。このこれ、手裏剣ついてるんですかね。手裏剣。なるほど。はい、これ。いや、とうとう。もう大体ね、分かる人には分かっちゃうかもしれないですね。そうですね。はい。あれですよ。正解は、キャベツです。キャベツの収穫機ですね。はい、そうですね。はい、とうとう。はい。実は今年からこの収穫機をね、使ってやるんですけど、はい、収穫をね、はい、これ児玉さんカッチだよね。はい、カッチ、はい、うん、カッチと共同で購入したもので。なるほど。はい、2件で使うということで。なるほど。はい、とりあえず今年はうちが格納ということでね、はい、うちに、はい、持ってきてます。はい、はい、すごいらしいですよ、これ。すごいらしいですね。まだ使ったことないんですけど。そうですね。うん、本当秋じゃないか。はい。いつだ一発目、マー君は。一発目が8月入ってからだね。おお。うん。そこ秋は秋だね。そう。でこれまたこれクローラーなんですよ、これ。キャタ。クローラーですね。うん。キャタですよ、これ。はい。ゴムのキャタになってますね。ああ、うん、ゴムね。はいはいはい。キャベツの収穫って、はい、まあ、キャベツに限らず野菜ものなんですけど、はい、野菜ってこの収穫適期っていうのが短いんですよね。あ、はいはい、うん、でなので、まあ、雨とか降っちゃうと普通は畑に入れなくなるんですけど、まあ、そうですね。でも取らないと野菜がダメになっちゃう、はいはい、作物がダメになっちゃうんで、こういうふうにホイールタイヤじゃなくてこういう風にクローラーになって、なるほど、そう、ぬかるみでもはまんないように、畑も傷めないしっていう。なるほど、なるほど、うん、クローラーになってます。だからクローラーってわけなんですね。そう、割とうちのスイートコーンの機械もそうだけど、はい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 、うん、そういうものはなんかクローラーかもしれないですね。うんうんうん、そうですね。うん、去年はい、動画にさせていただきましたけど、はい、スイートコーンもね、うん、こうやって前で。こういうのがあってね、はい、スイートコーンはまたちょっと下からじゃないから違うんですけど、こういうね、コンベアで引っ張ってきて後ろに流して、まあこの辺にあれですよね、コンテナが乗る感じなんでしょうね。そう、コンテナね、確か2機乗るって言ってたかな。ね、なんかこの広さですとそれぐらい乗りそうな感じしますね。そうですね。で、多分これがね、説明はね、まだ使うときにもう一回来ますよって言ってたんで、はい、まだ詳しくは分かんないですけど、はい、多分広げて、はい、重たい。多分こういう風にね、はい、使うと思うんですよ。ここにコンテナ1機、はいはい、2機のけてね。で、あれだ、うん、はいはい、ここに流れてくるんですね。はいはい、そうですね、多分ね、これ乗ってもらっても全然いいんで、はいはい、あ、これもロックかな。ロックかですね。あー、あるね、はいはい、これも広がるんだよね、機械、はい、で、ここに乗ってきて、これもコンベアになってんだね、これ。そうだね。そうじゃあ、で、こう、うん、流れてきたんで。で、ここで多分、外の川。はいはい。鬼川って言うんですけど。鬼川、鬼川ら、はい。ありがとうございます。はい、っていうのをね、取って、うん、はい、まあ、この切り口を多分揃えて、はいはい、平らにね。なるほど。で、ここに詰めていく。じゃあ、なかろうかっていうね。はい。いう感じですね。多分そんな感じだと思いますよ。そうですね、今ですね、うん、はい。あら、ラジオもついてるんですね。ラジオね、つけてもらったんだけど、あ、そうかそうか、はい、エンジンのアイドリングでもう聞こえない、はい、だから収穫してる時は、はい、エンジン変えてあげるから、
はい、多分全然聞こえないと思う、うん、これね、児玉くんのこだわりポイントだと思いますよ、これ、はい、そっかそっか、はい、カロッツェリアそうね、そうですね、カロッツェリアついてますよ、はい、これ、そうですね、なるほど、はい、そんな感じでなるほど、はい、こだわりをね、そうですね、はい、で、これ見てくださいよ、これ、あ、はい、後ろのここでもこれ調整できるんですよ。おうおう、うん、その掘り取り口ね、はいはい、カッター高さーこれ前後、はいはいはい、切断傾きだからそうだね、あ、うん、ちゃんと、うん、多分そうだと思うな、うん、うん、こういうことね、前そうだと思うな、でこれエンジン緊急停止、あ、はいはいはい、これはホーンですね、あ、ペッペッペッ、うん、ができるよっていうことで、うん、まあ、また秋になったなってね、撮ってるところをね、ね、そうですね、動いてるところも見てもらいたいなとは思うんで、はい、こんな感じですか、はい、こんな感じですね、あと何か質問ありますか、質問ですか、はい、はいはいはい、この感じは運転席はどんな感じですか、これ、あ、運転はね、スイートコントと大して変わらんよ、これ、はいはいはい、うんとね、これちょっとカバーかかってて見づらいんだけど、はいはい、取っちゃうかい、これ、はいはい、はい、おお、なんかレバーみたいに付いてる、うん、前後進だけじゃないんだこれ、いや、あ、前後進プラスこれで前、これで後進なんだけど、あ、その2つのなんかこれがここなんだよね、これ、はあ、掘り取り口のこれタイヤかな、多分こっち、あ、あ、ここだけで完結できちゃってすごいね、そう、タイヤの高さで、うん、これで多分クワの高さだと思うんだ、はいはい、こっちはちょっとまだ分からないな、説明聞いてないんで、うんうん、うん、へえ、ね、この黄色いのはまず走行、はい、今走行ね、はいはい、で標準低速、多分収穫は低速なんですけど、うん、そうですね、はい、うん、でエンジン回転がこれで3段階、あ、はいはい、うん、これオフでアイドリング、はいはい、でこれで中間、はいはい、うん、多分1500回転ぐらいだと思う、はいはい、でこれ多分2000回転とか、はいはい、うん、ああなるほどね、そうそうそう、はいはいはい、で多分収穫の時はモード2かなと、あ、はいはいはい、はい、書いてあげてね、はい、で多分これでもできるよ、あ、あ、アクセル、うん、はいはいはい、ですね、あとはカッター高さ調整、まあ同じだね、こんななんか難しい感じではないですね、うん、でこれがベルトの晴天逆転かな、多分ベルトかな、多分そうだと思うんだけど、詰まったりしたら逆回転させるとか、スイートコーンもねついてるんですよ、ああなるほどね、うん、そうで、これ UFO って書いてある、 UFO、 これ何か分かりますか、ドゥドゥドゥ、どこが UFO かな、これ分かります、ヒントくださいよ、そんな僕に急に分かるわけないんですけど、ヒントなるほど、はい、これは車体の傾きっていうかな、補助に合わせて車体を傾けるためのやつなんですよね、あ、なるほど、だから自動でこうちゃんとこう、はい、こうなるってことだ、あ、自動じゃないです、だから手動ですね、あ、手動の UFO だ、そうです、あ、なるほど、だからこれ上にすれば車体がこう上がるんです、ウィーンって全体がね、はい、下にすれば下だし、はい、右になればこうなるし、左になればこうなるしっていう、はい、っていうやつなんですよ、これ UFO、 UFO、 はい、そうか、はい、もうヒントって言うんだけど、もう答えも言っちゃってくれたんだね、まあ、出なさそうだったかこれはもう、いや、出ないでしょみたいな新宿君は出ないなと思ってUFO だからね、はい、ちょっと言っちゃいましたね、はい、ありがとうございます、はい、でも本当ね、簡単なんですよね、あ、はい、うん、本当いじるったらこれ、これだけ、あ、この掘り取りの高さだけ、はいはい、調節して、うん、で、あとはまあこのハンドルで、はい、うん、うね合わせてるぐらいだと思うんだよね、はいはいはい、うん、そんな難しいことはないと思うな、はい、あとは切り口気にして収穫していくんだけど、あ、なるほどね、うん、はい、ヤンマーですよ、これヤンマー、ヤンマー、はい、長田農機さんがね作ってるんですけど、あ、はいはいはい、うん、はい、なるほどね、そうなんですよ、いや、すごいです ね、 ね、楽しみですね、楽しみですね、ぜひ動いてるところも、はい、ね、はい、とりとり動画を、そうですね、はい、はい、なんか質問あればいいですよ、何でも、いやー、うら、やっぱりまた秋じゃないですか、質問は秋ですか、動いてるところ、はい、そうじゃないですか、そうですね、やっぱり、うん、
実際やっぱりキャベツのものがトン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 と上がってきてね、またね、うん、そうなればね、動いてるとこ見ればめっちゃあれかもしれないな、大変でヒーヒー言ってるね、全然あのコメントくれないかもしれないそうだ、どけどけ邪魔だ邪魔だ、ちょっとあの静かあの静かしてもらっていいかな高校のここにね2機乗るんですよね。でキャベツのコンテナちょっと特殊でサイズ小さいんですよね。だからここに2つ乗るみたいですよ。あ、これをこう開いて、うん、そう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 。うん。うん、ラジオ。ラジオ。あらららら。長田の、長田のね、やつだから、すごい、これは一体何ですか、これ。これで、多分キャベツ浮かせてくるんじゃないかな。多分ね、ぐーっと浮かしてくるんじゃないかな。カッターとかあるのかな。そうだよね、カッターが。カッターになるわけじゃないね。ストロングカッターとかあるのかな。確かにね、言われてみればどういう原理で掴んでくるんだよな、これ多分。はいはいはい、あ、これだ、ここについてますよ、これカッターみたいな、これこれ、え、あ、間違いない、これだね、挟んでここでキュインって切るんだ、で上がると、うん、勉強になりますね、これね、後ろからでもね、ホルトの高さ変えれたり、ああ、うん、なるほどね、そうそうそう、あ、別にあそこに乗っ、まあ、乗でも乗ってないかな、え、そう、乗るからどっちにしろ乗るんですよ、これね、ここに多分何人か乗ると思う、ここで、うーん、外の皮剥がしてこっちに入れるから、何人かは乗るから、あ、ね、お隣さんですからね、そうですね、いやいや、もう隣です、僕のお兄ちゃんですね、一緒のバス停の、はい、そうですね、まあ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 ね、本当にね、いろいろ昔から小さい頃はね、本当にエヴァってました、エヴァジャイアン、ジャイアンだもん、ジャイアンです、いや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 、はい、今はだいぶ優しくなりました、いや優しいジャイアン、あれそんなんだったからおい、マー君、あそこにクワガタいるから捕まえてこい、すんごい傾斜の野分の中入らされて僕はもう谷に刺されまくって耳とか取れたかつって、タカシ君、ノコギリクワガタ取れたよつって俺あんま記憶ないんだよね一緒に取りに行ったの覚えてる、都合の悪い記憶だけ消えてなんか消してなんかもうなんだよその都合の悪い記憶は、いや本当なんか一緒にはねどうですかキャベツのハーベスタは、いやいや、やっぱいいですね、いいですね、新しいものはやっぱね素晴らしいね、ワクワクしますよね、ワクワクしますよ、やっぱり大丈夫ですよ、はい、あの富士山はい、はい、あ、分かりました、はいはい、僕はあの MP チャンネルのメンバーではないので、何を言ってんの関係ないですよいや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 、 MP メンバーが主でやってるだけなんで、それはもう、もうゲストということでね、はい、そうですね、全然もうスペシャルゲストです、はい、はい、もう突撃隣のトラクター行きますよ、我々も後藤農場、へえ、そうですね、でかいですからね、でかいですね、そう、鈴鹿か後藤かっていう、いやいや同じトラクターでしょうが何を言ってるんですか、鈴鹿か後藤かね、鈴鹿さんとは全然もう規模が違いますから、いや面白いですね、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございます、はい、そんなことで、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、また春秋とお楽しみということで、そうですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、いいキャベツをいっぱい取りたいと思います、はい、頑張るぞ、いいですね、やっ